父ちゃんからメイちゃんに指令です。今世紀最大に困ったことを教えてください。無理しましてツアーの時に寝坊して開演の5分前に起きたことです。原さんから岸前さんに指令です。私かっこ原のいいところを3つ言ってください。真面目なとこ、家庭的なとこ、リンクレディでご飯に行くと甘えてくるとこ。それでは行きます。 KBC ラジオベロキュー。こんばんは、アーミンこと姫崎亜美です。福岡市中央区長浜1丁目にあります KBC ラジオからお送りしていますベロキュー。木曜日はリンクのアーミンとその仲間たちのキューティーでレディーな25分でお送りします。そして今週一緒にベロキューをお送りする仲間は、こんばんは、リンクの小森眉毛担当メイメイこと石芽です。こんばんは、リンクの岸舞こと岸田真由です。よろしくお願いします。お願いします。メイちゃん、はい。開演前に5分前に起きる？え？はい、起きました。知らなかったよね。全然知らなかったです。びっくり。知らなかったです、ね。何してたんですか？うん、寝てました。え、大丈夫だった？普通に出れなかったんですよ。あら！あら！え、それはもう起きた時はもうどんな気分だったの？いや、もう絶望的でしたよ。まあ、それはそうだろうね。確かに。一番楽しみだったライブだったから、めっちゃショックだったし、困りましたね。うん、なんか誰か周り起こしてくれたりとか。いや。だってさすがに5分前ってなったら、だってリンクの公演っていつも、ね、12時半開演とか16時半開演とかで、結構お昼頃じゃないですか？うん。はい。誰も起こしてくれなかった。家に誰もその日いなくて、うん、自分で起きなさいよって言って、はーいって言って寝たんですよ。うん、アラームを。そしたら、かけてました。かけてたけど起きれなかった。無視して多分消してたんですよ。で、起きたら、11時55分みたいな。ね、何やってんの？いや、でもね、今考えるとね、はい、いい思い出ですよ。はい。よかったよかった。よかったです。よかったのかな、これは。よかったですよ。よくないけども、よくないけども、まあこれが今世紀最大に困ったことということでね、はい、もうそういうことないようにしようね。ないです。うん、気をつけようね。はい。そして岸前さんの指令、ちょっと原さんですよ。ちょっとなんか原さんからの指令意外じゃないですか？ね、いつも真面目で、うん、ちょっと内気な感じのイメージがあったんですけど、まさかの指令が私のいいところを3つ。めっちゃ自分をアピールしてますね。そう、腹のいいとこ言いやがれよみたいな感じですよね。本当に結構そんな感じで。いや、でも直子さんは結構いいところいっぱいありますからね。そう、だからね、うんうん、2番目は家庭的でまとめた、はい、そうだって料理できるし、掃除も上手でしっかりまとめてくれるし、ゴミ捨ての日とかもね、バッチリ覚えてて、うん、はい、レッスン上いつも原さんが綺麗にしてくれるじゃない。そうなんですよ。今日も作ってくれてるし、うん、私が結構大雑把なタイプなんで、掃除の当番とかなってこう掃除してても、もうちょっとあの隅っこまでちゃんと雑巾で拭いてって注意してくれます。そう、大好きです。真面目やね。真面目ですね。ちょっとでも、うん、リンクレディでね、はい、ご飯に行くと、おう、その真面目さがちょっとなくなって、うん、肩にコテって頭乗せてくるの。かわいい、かわいい、かわいいですね。見たことないです。これレディの特権。いつも真面目ですもん。いや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 。メモレディになりたい。うん、お、いきなり。そんなにキューティーが嫌だ。いや、キューティーもいいですよ。いや、いやじゃない。いや、いい。うん、うん。いいけど、いいけど、レディさんにもなりたいんです。メイは甘えたいだけやろ、それ。いや、あのレディさんの、あのダンスも曲もめっちゃ好きで、たまにレディさんのキューティーと交換して踊るときあるじゃないですか、うん、めっちゃそれが嬉しくて、ずっと、うん、この前の200回公演のときも楽しみすぎて、うん、朝バリ早く起きました、うん、その日は。おちょっとメイちゃんはきっとキューティーよりレディの方が好きかもしれないけれども、ちょっと今週は、まあね、岸前さんとメイちゃんとアーミーで楽しくベロキューをお送りしましょう。はい、ベロキューでは皆さんのフリーメッセージをお待ちしております。 E メールの方は veq@kbc.co.jp、 ファックスの方は 092-722-4242 までお願いします。
ではまず一曲聴いていただきましょう。ラジオネームのんのんさんからのリクエストです。リンクで NOW。 1時間過ぎちゃった。ダメだったかな。何かダメだったのかな。福岡市中央区長浜一丁目からお送りしていますベロキュー。木曜日はリンクのアーミンとその仲間たちの聞いてレディー75分でお送りしています。ナウナウナウ。彩流周りのナウ。これサイレンもあったら、わあ、ミサシとかが青こう来たら、あ、私ってなるね。確かに、わかりやすい。めっちゃ目立った。気持ちでサイレンとか。いや、俺にくれって入ってる、蓋が。みんな降りて、降りて、降りて。16分に入る。ここを短くすればいいよね。ちょっと見てほしいね。君に届くかな。ナウって息苦しいよね。苦しいです。めっちゃあの先生なりすぎてなんなんってなります。桜果実とかも、あと気持ちとかも。気持ちやばいね。200回公演で歌ってね、おかずっと決意しよう。いやでも相当鍛えられますよ、お腹とか。腹筋がやばい。レディーはね、もう歌えんもん。いや、ファイティングガールとかやばい。あれもう行き過ぎ、どうのこうのっていうより本当に振りから。お、あ、取れた、取れた。わあ。よく入ったね、これは。手がめっちゃ冷た。な、うん。あ、止まった、まあ。お送りした曲は、お送りした曲はリンクで NOW でした。お送りした曲は NOW。 はい、お送りした曲はリンクで NOW でした。ベロベロベロキュー。福岡市中央区長浜一丁目からお送りしていますベロキュー。木曜日はリンクのアーミンとその仲間たちのキューティーでレディーな25分でお送りしています。では早速すでにいただいているメッセージをご紹介していきましょう。ラジオネームスピカンさん、え、メイちゃんへ岸真由の好きなところを3つ教えてください、イエイというメッセージいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。岸真由さんの好きなところを3つ。メイちゃん、なんだいなんだい。優しいところと、おうおうおう、ダンスがめっちゃ上手なところと、うんうんうん、あと、ないんかい。ないんかい。いるやん。ないの。ないと。ある。ある。早く。ないんだね。どうしようどうしよう。あのね、3つもないらしい。あのね、同じテンションで話せるところ。え？なるほど。なるほどなるほど。だから、そのメイちゃんがこう岸前さんに話しかけても、その結構話題が合うってことかな。それどうなの、いいとこかな。あれ結構え、いいとこ、いい、年めっちゃ離れとるよ。岸前さん確か21。そう、21ですよね。でメイちゃんが13歳。13ってことは、13歳ってことは21-13は8。8ピピ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 
歳も離れたよ。歳、うん、家一緒って話すのはマジで一緒。ほうほう、だから私がちょっとついていけないのかな。うん。そんなことないか、そんなことない。あの、岸前さん、あみ苦しいの今日。岸前さん好きなところは、うんうん、私も結構いっぱいありますよ。うん。いっぱいあるんですけど、うん、私が答えていいのかな。いいよ。岸前さんは結構女子力が高い。お、前回ベロ君に出た時に、すごい半身浴をされてて、そうそう、私はすごい感動したんですよ。本当、もうずっとスタイルがいいなって思ってたんですけど、うん、やっぱり陰ながら努力してるんだなと思って、うん、岸前さんも言うよね、それ女子力高いって。そうなんです。なんか岸前さんをいつレッスンの時に見ても公演の時に見てもアイドルだなって思うんですよ。動きだとか。アイドルやろ。あ、自分もアイドル。うちのみーちゃんもアイドルなんですけど、アイドルの中のアイドルみたいな。お、嬉しい。伊藤真希ちゃんとかがすごい憧れそうな存在っていうか。アイドルになりたい。アイドル略してアイドルで伊藤真希ちゃん。そうだから結構岸前さんは女子力が高いところがすごい大好きですね。ありがとうございます。めっちゃこれ今めっちゃニヤニヤしてしまう。しかもなんか出だしでね、直子さんのいいところ3つあげましたしね。そうそうそう、うん、結構連動してる感じで、結構みんなそれぞれいいところが、いいところ多いよね、うんうん、だってメイちゃんとかもいいところたくさんあるんだけど、メイちゃんはねやっぱり最年少の13歳ってことで、うん、やっぱ子供らしさがあるのがいい、ね、やっぱリンクって本当にあの年が結構幅広くて、13歳から25歳までのメンバーがいて、うん、の、うん、なんか素直じゃないですか、メイちゃんって、うんうん、メイが一番素直かもね。感情がすぐ泣くし、すぐ笑うし、うん、もう怒る時もすぐ怒るし。すぐ怒る。今笑っとうけど、うん、もう10分後には泣いたりしとう時もある。あ、わかります、わかります。だから結構でもそこがいいところというか、うん、かもね、うん。素直でいい子だなって思うんですけど、あのさっきからアーミンのいいところとかね。言ってほしいんですか。言ってほしいなって思うんですけど。どうしよっかな。めっちゃある。うん。メイはね、うん、アーミンね、うん、あの面白い。あ、面白い。アーミンはね面白い。おそうそうだから。アーミンは、うん、あのお話が上手。あ、お話が上手。MC。ありがとう。ごめんね、なんかね無茶に振っちゃってね。アーミンはね。はい。目が可愛い。目が可愛い。あ、可愛い。化粧上手。ありがとうございます。めいちゃん結構毒舌だな。来たよ、めいの。あみは、ね、はい、うん。いい子。いい子ですか？いい子ですよ。だって、一緒にホテル泊まった時に、はい。まいが帰ってくるまで起きてましたからね。びっくりでしょ。そんなエピソードがありましたね。はい。12時過ぎて。たかな、うん、あの東京かなんかに遠征に行った時に、そうそう、ホテルの部屋が岸前さんと一緒だったんですけど、その時にそう岸前さんだけあのちょっとレディーの方だけの別の仕事があって、私はホテルでお留守番だったのがちょっと寂しかったんで。あ、寂しいけん起きとった。いや。なるほどね。そうです、かわいいとこあるやん。ちょっと恥ずかしくなってきました。褒められたら、褒められ慣れてないんで。あ、いろいろさっきからいいところばっかり言ってるんで、うん、ちょっとね、悪いところを、悪いところ言っちゃいますか。もうね、うん、付き合い長いけどね、うん、1年、そうなんですよ、半年経った、もう1年半経ちましたね。リンクがデビューしたのが去年の2011年の4月17なんで、うん、そのオーディションが2月にあったから、そう、それからでも1年半以上経ってますね。経ったね、もうすぐ2年や、うん、そうよ、うん、もうすぐみんな、ね、ってことはもう悪いとこ、うん、ぶっちゃけ岸前の悪いところもある。あります。あります、あります、あります。おあるよ。あるって言われたよ。いいよ、うん、怒らんけ言っていいよ。なんかちょっと何ですか、控えめすぎるところ。おお、はい、すごい、なんか岸前さんどう思ってるんだろうって時に、うん、なんか気持ちが分かんなかったりするとき、気持ちが分からん、うん、結構あの人にすっごい気を使ってくれるんですけど、うんうん、気使いすぎて、うん、なんか岸前さんのこともっと知りたいなって思うときあります。おー、そこ悪いところ、悪いところ。分かりました。はい、
メイから悪いところとか、あると？メイはね、お、最年少から来るダメ出し。ちょっと、びっくり。あのね、メイがね、喋りすぎてたまに怒っとるかなって。あ、周りの人たちが？うん、キシマイ。怒ってないよ。怒ってない？怒ってないよ。怒って、怒ってないけど、疲れとる。たまにうざいやろ？うん。岸前さんはたまにメイちゃんのことをうざがっていると。違う違う、あ、違います、ね、違います。21歳疲れる、うん、疲れる。確かにね、メイちゃんは本当に中学生って感じでキャピキャピしてますからね。キャピキャピしとっていつも元気がよくて、岸前岸前聞いて聞いて聞いて。ちょっと待って、今化粧し OK みたいな時がねたまにあるけどね。まあ、いい。で、確かに。で、たまにね、泣くとそれで。そう。メイちゃん、かわいいな。そう、そこ言おうとしょったじゃん、今。メイの悪いところ。話聞いてって言って泣くの。そう。かわいいっすね。かわいいけど、ちょっとうるさいやろ。うん。ガキなんすよね。クソガキ。確かに。リンクのクソガキ担当にしようかも。あら、リンクのクソガキ担当、メイメイこと、おいしめいでーす。確かに結構、メイちゃんが自己紹介で自分から使ってましたね。アミンの悪いとこもあるよ、はい、めっちゃあります。めっちゃあります。アーミンね、カバンの中がめっちゃ汚いから。それめっちゃわかります。もうね、ゴミもちょっと、はい、お菓子のゴミも入っとうし、入れてます入れてます入れてます、ね、大型でしょ。大型です、大型です。そう、意外でしょ。紫です。もう A 型、もう見かけ A 型っぽいのに。はい、カバン見たら O 型。そうなんですよ。なんか結構公演終わりとかにゴミ回収するときってあるじゃないですか。回収したゴミをカバンに入れてます。あ、メモ。別に家帰って捨てればいいやと思って周りのゴミカバンに入れて、どんどんそれもゴミ袋に入れるわけでもなく、もうカバンがゴミ袋みたいな。そうなんですよ。本当に。で、しかも捨てるの忘れちゃって、その来週まで持ち越しちゃったりして、もうどんどん気がなくなっていっちゃう。きついよ、アーミンの。そうです、ちょっと女子力が足りないんで、そこ気をつけます。気をつけてください。はい、気をつけます。スピカンさん、メッセージありがとうございました。他にもリンクメンバーへのメッセージがありましたら、どしどしメールください。宛先は veq@kbc.co.jp です。気軽にメールください。待ってます。はい、行きます。インクで幸せのエナジーをお聞きいただいています。この曲を聴きながらお別れです。今日のベロキュー、岸真由さん、めいちゃん、どうでしたか？はい、うん、とめいちゃん。と今回は3回目だったんですけど、前回あんまり喋れなくて、うん、緊張 してたんですけど、今回はめっちゃ話して本当楽しかったです。おー、 よかった、はい、ありがとう。はい、でぜひまた次来た時はもっと喋れるように、はい、いつでも待ってます。はい、来ます。岸前さん、今日どうでした？岸前さん、面白かったですけど、メンバーの好きなとこと嫌いなとこ聞けて。そうですね、うん、結構私もこのベロキューを通していろいろぶっちゃけれたんで、もっといろいろ聞きたいね。うん、聞きたい、いろんなメンバー。じゃあもう次回来た時、はい、また好きなところと嫌いなところ言い合いますか？はい、ぜひぜひ。そうです、結構楽しい、楽しかったですもんね。来週は、ゆじなりみさんと吉川千秋ちゃんが登場するんですけど、また二人もね、ぶっ飛んだ感じで面白くなりそうなんで、ね、ぜひ来週も聞いてください。ベロキュー、今日のお相手はリンクのアーミンと、おいしめいと、岸真由でした。それではおやすみなさい。本当に汚い。でしょ？ちょっとこれ撮っとこうか。いやちょっと。いや出そうよ。これはすごいな。逃げた。ちょっとアーミン、ゴミ出して。今何かゴミっぽいものが見えたね。